何あ、そう、すごいじゃん。で、そこの黄色い格子なんか、うん、これ、明治26年にここ大火で全部燃えたんですよ。あ、そう。川越た。その時に、この一軒だけ残った。焼けなかった。大阪府って木造屋さんだった。おお。Thank you.